It was December of 528 AD, and there was heavy snowfall on Mount Sung. Seeking the Dharma, Shen Guang trekked through the wind and snow with no regard to the freezing weather. The venerated Da Zu Hui Ke, vegan, Zen Dharma lineage protector, part 1 of 3. Continue watching to find out more. Today's program will be presented in Japanese and Chinese, with subtitles in Arabic, Alexis, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. 視聴者の皆様、こんにちは。魅力的な東京出身のルリと申します。誠実な日本の人々が天からの光と愛に満ち溢れますように。本日は大いに尊ばれている菩提達磨大師の誕生日です。中国禅宗の開祖であり、崇拝されている釈迦牟尼ブッダから代々受け継がれてきた偉大な大師たちの系統の第28祖です。孫子の誕生日を祝して菩提達磨大師の一番弟子と後継者についての番組をお送りします。絵科大師前方の系統を守りし者ビーガン中国禅宗第2祖の絵科大師は古老に生まれました。父の喜寂は教養があり、本屋し、そして禅行を好んだ非常に懐の深い学者でした。母の栄子は揺らぐことのない仏教の信仰を持った人でした。伝えられるところによれば、妊娠中に素晴らしい光が家を照らしているある吉兆が現れたそうです。それにふさわしく、絵科大師の世俗の本名はこうでしたが、中国語で光の意です。未来の第二祖は並外れて聡明でした。幼少期より孔子、孟子、老子、宗師といった介護したマスターたちの書物ばかりでなく、易経にも精通していました。両親が次々と亡くなって多くの悲しみに見舞われた時に、絵科は命の儚い性質に気づき、仏教を深く研究し始めました。完全に受戒して30歳で僧侶となりました。絵科大師は鉱山にて法上禅師の下で学び、神の光を意味する信仰という名前を授かりました。その後しばらくして絵科大師は信仰の名前で南京の丘大地区で講義や経典の解説を行いました。彼の引用の才能は大衆から好評を得て、信仰の読経があまりにも素晴らしいので、黄金のはずが大地からすくすく育ち、頑固な石もうなずくであろうと口々に語ったほどでした。その頃達磨大師は両王朝の武帝に会いに行きました。武帝は仏教に傾倒していました。王座についてほどなくすると多くの仏教寺院を建立し、壮大な解脱の儀式を催し、数えきれないほどの不正を行い、経典や教義の翻訳を広めました。そのため達磨大師に誇らしげにこう尋ねました。我做了这些有多少功德。ところが達磨大師はこう言いました。没有功德。为何没有功德。你做这些事都有所求，不是真正的功德。武帝には理解できずがっかりしました。会話が終わりに近づいたので、達磨大師は丁重に武帝に別れを告げ、川を渡り北へと向かいました。達磨大師が宇科大を通りかかったところ、信仰を名乗っていた絵科大師がちょうどそこで説法していました。
大師は群衆に取り囲まれていて、人で埋め尽くされ入り込めないほどでした。そこで信仰の話を聞いていた達磨大師は、彼が非常に雄弁であることに気づきました。大師には信仰が前方を伝えるべき伝播者だと分かりました。信仰はインド人の僧が彼の教えを聞きに来ていることに気づきました。傲慢な気持ちがこみ上げてきて、達磨大師にこう尋ねました。你从什么地方来？从印度来。难道印度不讲经吗？当然要讲经，不过讲的是无字真经。達磨大師が言及した言葉のない真の経典とは、経典以外で行われる言葉や文字で確立されていない特別な伝法であり、直接に人の心に向けさせて、人に己の本性を分からせ、介護させるものです。短い休憩を挟んで、引き続きスプリーンマスターテレビジョンで禅宗の開祖達磨大師と慧可大師の初めての交流の話を続けましょう。それでは慧可大師、前方の系統を守りし者ビーガン全3部の第1部を続けましょう。慧可大師について、また菩提達磨との出会いのお話を続けましょう。信仰の名のもとで教えを説いていた慧可大師は、菩提達磨が時にはうなずき、時には首を横に振っていることに気づきました。信仰はこう尋ねました。你为什么摇头？我哪里讲错了吗？讲的虽然好，但这有什么用呢？信仰はこれを聞いて不服に思い、こう言いました。我讲解经典，教人了脱生死轮回。你凭什么教人了脱生死轮回？你自己的生死还没有了呢。これを聞いた信仰は、この外国人の僧侶は仏法の三法を抽象しに来たのだと考え、菩提達磨の法力の強さを試すことにしました。自らの術を使って達磨大師の顔を打ち、その拍子に前歯を2本折りました。達磨大師は折れた歯を吐き出しませんでした。介護した賢者の歯が地面に落ちたら、天国はその地を罰し、3年の間大干ばつに処すであろうと達磨大師は考えたのです。このため、あらゆる修行への慈悲から達磨大師は2本の歯を飲み込みました。この逸話は後に中国語の慣用句、折れた歯を地もろとも飲み込むとなり、他の修行を助けるためにこの偉大な介護した大師がなさった愛情深い犠牲を想起させます。一言も発することなく、菩提達磨はぐるりと向きを変えて立ち去りました。足の上を踏んで長江を渡り、スーザンの少林寺にある岩壁の前に座って9年間座禅しました。その後、慧可大師は高山寺に戻り8年間座禅したと言われています。ある日、入場中にある神が彼の前に現れてこう言いました。悟りを得たいなら、なぜ未だにここで足踏みをしているのですか？大いなる道は遠くはないです。南へ行って探しなさい。慧可大師は師である北條禅師にこのことを話し、助言を求めました。これが吉兆であり、南とは菩提達磨が修行している少林寺を意味すると捉えました。禅師は慧可大師にそこへ行って達磨大師の指導を求めるよう促しました。それは528年12月のことでした。そしてスーザンには大雪が積もっていました。仏法を求めていたので、信仰は凍りつくような天候も顧みず、風と
雪の中をゆっくり進みました。菩提達磨が顔を向けて座っている少林寺の岸壁に信仰が到着すると、その偉大な開祖は深い三昧の中にいて宇宙を旅していました。信仰はあえて大師の禅定を邪魔しないで、菩提達磨を待ちながら一晩中大雪の中に立っていました。1987年7月にスプリームマスターチンハイは、誠実に悟りを求める絵画大師のこの奮起させるようなお話を詳しく伝えました。那个时候我们的会客也那么辛苦啊，那个冬天的时候水下水很多，神光还是站在外面合掌啊，面向在那个菩提达摩等他，到那个脚上啊，水啊我跑到这里，但是他的莲子啊很坦然啊，坦然，没有变改。那个时候我们的祖师啊看起来比较动心啊，那个时候看起来比较好像sympathize, 同情，那之后回头啊，回头问他，你站在那里在水啊，水中整个晚上啊，你要求什么？神光说，请求和尚啊，慈悲啊，开干如门啊，广度弟子们。那个时候我们的祖师说，佛法无上奥妙，具足好久的劫啦，阿僧祇劫的意思啦，好久劫精进，常做不可做的事，常常做很难做的事，常常忍不能忍的事啊，还不可以达到啊，何况用一点点那种功夫了，才可以求到正法嘛。这意思说他站在整个晚上在那个水中这样才可以够福报啊，可以求到那个甘如法。神光啊，那个时候听他这样讲，麻烦用那个道子啊断掉他的左臂，以后让他看，要表示他的真心要求到了。那个时候我们主事看到他这样那么诚信的，知道这个人有大气大诚啊，大诚大气大诚心啊，所以那个时候叫他诸佛啊，开始求道的时候为法往生。菩提达磨大师は信仰の決意に感動し、彼を弟子として迎え入れました。したがってここから有名な禅の考案の立節断臂が生まれたのです。前3回の第2回絵画大師前方の系統を守りし者ビーガンの番組を始めましょう。中国禅宗第2章の絵画大師は吉兆を持って古老に生まれました。彼がいただいた戒名は信仰でした。歴史資料によれば528年に信仰は中国禅宗の開祖菩提達磨から学ぶためにスーザンの少林寺まで吹雪の中を旅しました。その開祖に自らの精神誠意を証明するために左の腕を切り落としました。それから菩提達磨に己の心を鎮めるように助けを求めました。ホルモサとして知られる台湾における1987年の講話でスプリームマスターチンハイはこの物語を話されました。神光说我的心还没有暗呢，请师父叫我安心法。师父怎么讲，这个你们都知道了啊，你把你的心给我，我才可以按。我找不到我的心。神官说，那我已经按心你了。神官那个时候开悟。信仰が真理を追求する決心をしたのが分かった菩提達磨は弟子として受け入れ、彼の名前を絵画に変えました。
エカは菩提ダルマの下で6年間学びました。菩提ダルマがその法会を後継者に譲る準備をした日に、4人の主な弟子に修行をどう理解しているか報告させました。道福はこう言いました。我们应该不执着文字，也不舍弃文字，而是应该把文字当作求道的工具。你只得到了我的皮。宗寺は言いました。至于我的了解，就如同庆喜见到了阿处佛果，一见之后便了无实相而豁然开朗，于是就不用再看了。你只得到了我的肉。それから道育という名前の弟子が言いました。地水火風四大元素本来是空的，色受想行识五蕴也非实有，依我所见整个世界不存在依法。你得到了我的骨。最後にエカが立ち上がり敬意を表してお辞儀をしました。それから立ったまま何も言いませんでした。菩提达尔玛はこう言いました。你得到了我的精髓。スプリームマスターチンハイは菩提达尔玛の質問へのエカの答えを説明しました。慧可啊怎么得到那个大法圆藏的钥匙呢？因为他已经得到最高的了解的等级了，懂不懂？不能讲什么，因为我们如果跑到高的境界的话，回来不能讲话了。谁问你这那个地方是什么，无法讲。因为我们世界有缘啊，没有那种东西。懂不懂意思啊？没有一点点可以比较嘛。所以那个境界不能讲了。短い休憩の後に、スプリームマスターテレビジョンで、エカ大師の鼓舞する話を続けます。前3回の第2回エカ大師前方の系統を守りし者ヴィーガンの番組を続けましょう。エカ大師が開祖の質問に沈黙で答えた後に、菩提ダルマはエカに前に来るよう求めました。菩提ダルマはエカに真剣にこう言いました。過去にシャコムニブッダは迦葉に思考の方法を伝えた。それが私に伝えられる前に何世代も引き継がれてきた。今それをそなたに伝える。それから菩提ダルマは心の中にその方法を伝え、法会と托鉢も譲りました。その法会を受け取り、エカ大師は中国禅宗の第二祖となりました。菩提ダルマはこう言いました。我寂灭200年后一波就不再往下传了，因为佛法已经遍布天下，但是那时候懂佛道的人多，行佛道的人少，说佛理的人多，通佛理的人少。これを見て菩提ダルマはエカと継承者たちがまずは見えないところにとどまり密かに修行することを望みました。最終的には誰かが仏道を成就するのです。菩提ダルマは間もなく自分が結果不座で座禅しながらこの世から行くとも明かしました。はじめは菩提ダルマの前方は一般大衆に理解されず、一部の人たちは彼を傷つけようとさえしました。菩提ダルマは法会をエカ大師に譲る前にすでに食べ物に毒を6度も盛られました。菩提ダルマは何度も無理に毒を吐き出し石の上に撒き散らしました。その石は割れて開き、毒がいかに強力なのかを明らかにしました。菩提ダルマはこの現実をエカ大師に分かち合い、それと同時に予言をしたのです。我原此毒，汝亦不免此难，至六代传法者，命如悬丝。
五大ダルマは東方に仏法の系統を伝えるために海を渡り中国に赴きました。ダルマの継承者である大きな可能性を持った継承者が見つかった以上は禅が一つの花に葉つまり世代が5枚あるように次の200年の間中開花するだろうと五大ダルマは予想しました。彼の願いは成就しましたが無理に毒を吐き出して命を守ることができた菩提達磨は座禅しながら行くことを選びました。菩提達磨が涅槃を選んだ理由は毒を持った人に心の平安を与えるためであったと言われています。崇拝されている禅の開祖菩提達磨の指示通り絵科大師は危険を承知の上で外に出る以前は隠遁して40年間修行しました。絵科大師は最初少林寺で説法しました。他のいくつかの場所へ旅した後に大師は行都に到着しました。絵科大師の禅法は当時流行っていた伝統的な仏教とは異なっていました。このことが地元の僧からの拒否反応につながり絵科をしばしば批判したり嫌がらせをしに来ました。絵科大師はいつも静かにやすやすと応じたものでした。そして人々は心から感心して納得しました。その結果ますます多くの人たちが大師の話に耳を傾け弟子の数が増えました。偉大な絵科大師の評判はより広く行き渡りました。ある日雷廟の在家仏教徒が大師を褒めにやってきて言いました。我前世罪孽深重今世不足以赎罪故患此恶疾请师父为我忏罪。把罪杖拿来我为你忏罪。我找不到罪。我已经替你忏罪了从今以后你当皈依三宝。今日见到师父已经知道什么是僧可是还不明白佛和法的含义。心就是法佛和法并无差别。その在家の仏教徒は即刻介護してこう言ったのです。我现在才明白罪不在内不在外也不在中间而是由心灵升起的障壁唯有除去障壁才能见性成佛。これを聞いて絵科大師はこの在家の者は知恵に深く根ざしていると分かりました。彼を啓発してこう言いました。あなたは私にとって美しい宝玉です。宗さんという名はそれにふさわしい。 2,3 ヶ月後に宗さんが何年も患っていた雷病が薬なしで治ったのです。2年後の582年に絵科大師は外灯、法絵、鉢、経典を宗さんに譲りました。そして重荷から解放されたのです。大師が仏法を広めるために北に戻り行都に赴いた頃にはすでに96歳でした。絵科大師から禅宗の系統を受け継ぐ者として宗さん大師は中国禅宗の第三祖となりました。それでは絵科大師前方の系統を守りし者ビーガン全3回の最終回を始めましょう。中国禅宗の第二祖として絵科大師は命を懸けて禅法を伝播しました。両画経の大師と弟子の記録の第一章に記録されているように絵科大師は弟子たちに熱心に瞑想し修行に励むように進めました。絵科大師はまた介護のための道の修行の要点に関する概要で瞑想の重要性を説明しました。释迦牟尼佛的身口意寂静法是为了了脱生死之法又称为不执着今世及未来世的众生还有十方诸佛没有一人可以不因坐禅而成佛。絵科大師は少林寺で自らの腕を切り落として禅法を獲得したいという嘘偽りのない熱望をまず菩提達磨に示しました。絵科大師は
前方を解くために旅をしている間に片腕を失ったという別の記述があります。中国の仏僧道宣によって書かれた高僧たちのさらなる伝記、エカ大師の伝記によれば、エカ大師の教えはいつも一般大衆に受け入れられていたわけではありません。多くの人は大師を傷つけたがりました。その結果として大師は片腕を軍人に切り落とされました。傷ついたエカ大師は平気で口を使って食べ物を運んで他の負傷した僧たちの世話をしました。その中に片腕を失った一人の僧もいました。失望してその僧は食べ物を拒みました。エカ大師はその僧を慰めてこう言いました。为什么不吃饭？我也一样断臂啊，但饭还是要吃。エカ大師はその僧にその事件に巻き込まれるなと注意していました。なぜなら前方を解くことは極めて大切だからです。前方の系統は体の中に引き継がれたので、僧がその教えを伝播し続けられるように自分を大事にし命脈を保つ必要がありました。別の時には鳳脈が絶滅寸前だと察したエカ大師は継承者である僧さんに山の深部に隠れ、出てくる適切な時が来るまで待っているように促しました。大師はこう付け加えました。我必须回到野渡圆满宿世的因缘。エカ大師が至る所で法話を行い続けていた間に、僧さんは大師の指示に従い行途を去りました。僧さんは南に向かい蘇州の南宮山に隠れていました。後にエカ大師は行途に戻りました。大師に縁があった人たちの多くは行途にやってきて大師の教えに逃げ込み、大師の弟子になりました。行途の富裕層の仲間は非常に嫉妬深くてエカ大師を恐れていました。彼らは至る所に行ってはエカ大師を中傷したり、人々を送ってはエカ大師の法話の邪魔をしていました。ところが人々が大師に難題をふっかけに来たら、彼らの多くは偉大なエカ大師が示す仏法に感銘を受けてエカ大師の法の番人になってしまいました。それにもかかわらず、道光総院長はエカ大師を解き伏せるためにカーネたちと結託しました。ある夜、政府の巡査たちが突然エカ大師の家に押し入って大師を引き止めました。大師は人々を騙すために誤った信仰を広めて邪悪な考えを抱かせたと不正に訴えられたのです。エカ大師は大怪我をして命を落としかけるまで袋叩きにされました。幸運にも大師は命を長らえましたが、もはや行途で前方を解くことは許されませんでした。このようにエカ大師は過去の世代のカルマが近づいていたのを知っていたのです。スプリームマスターチンハイはホルモサとしても知られる台湾での1987年の講話でその話を詳しく話しました。慧可施主他换他的衣服，他不穿出家的衣服，他假装和世界的人一样。嗯，因为那个时候好像他的那个前世的因果快来的样子啊，所以他好像应该保护自己一点啦，为了要救众生的。視聴者の皆様、短い休憩の後にエカ大師の番組をスプリームマスターテレビジョンで続けます。それではエカ大師、前方の系統を守りし者ビーガン全3回の最終回を続けましょう。
行都に戻ってから絵科大師は身の安全を保つために自らの一連の行動を変えざるを得ませんでした。絵科大師は変装して狂人のように振る舞い、前方を解くために人々が集まるところならどこにでも赴いたのです。時折絵科大師は肉屋に一泊して動物の殺戮を止めるように解き伏せようとさえしたり、また時には荒野で夜を過ごしたものでした。574年の5月に宗教活動を一切禁止する命令が出されました。中国で騒動があった最中に絵科大師は当時80歳を超えていたにもかかわらず、経典の一部や仏像を救出して南部へ逃げました。3年後に北州は仏教を復興させ伝播を支持しました。北州の人々の真理への渇望は限りがなく、人々は仏法のマスターたちによる法話や経典の解説に殺到していました。クアンチ僧院の僧院長ビアンヘが涅槃行について講義していた時は、いつでも僧院は人々でいっぱいでした。絵科大師はこの機会を利用して正門にてその無比の前方を説きました。徐々にますます多くの人々が僧院に引き寄せられました。対照的に僧院のための集会はますます小さくなりました。それで僧院長は弟子を送り出して原因を探りました。ところが僧院長の弟子も絵科大師の法話に引きつけられ、法話を聞くためにとどまったのです。ビアンヘ僧院長が原因を究明した時、大変立腹しました。スプリームマスターチンハイはこう説明しました。我们的祖师好生气，没有人听他，通通跑到外面听那个人，好生气。我们的厨师很生气，生气的时候他去告他，告慧可啊，他知道他讲很好了，但是他告是监告了，他说那个人讲外道、邪道啊，迷山众生啊，迷灵众生啊，不好，做非法的事情很多。他这样告我们的那个官啊，大官那里啊，不能判断啊，就是依靠他的那个告的章啊，告师师啊，派人来抓慧可啊，加刑他。我们的厨师一句话都不讲啊，啊，接受这个刑罚，因为他知道业障应该清福啦。所以我们看到啊，厨师啊，当然没有业障，是众生的业障嘛，度那么多众生，当然被他们的业障啊。我们的世祖啊，被加刑的时候失其，你看他也不用神通飞走啊。加刑的时候他死掉的，跟耶稣基督一样啊，定的时候他往生。凡夫啊，如果不晓得以外，大厨师怎么没有一点点力量可以救自己了？但是他知道了，他以前已经讲过了，还没有走了以前，他跟僧璨讲，你应该走开，我以后也会有灾难。こうして107歳で絵科大師は私心を捨てて涅槃へ入滅されました。絵科大師は他の人ならば耐えられないことを耐え忍び、他の人には成就不可能なことを成就しましたが、全ては他の魂の解放を助けるためでした。前方を伝播する際の絵科大師の莫大な犠牲と不動の信念は、今日に至るまで真の駆動者の心を鼓舞し感動させ続けています。何年もして唐の皇帝徳宗は絵科大師に死後の尊号大宗絵科大師の愚徳な行いや振る舞いを称して授けました。絵科大師の志を継いで継承者である宗三大師は、悟りへと導く神聖な秘宝を縁のある人たちに伝え続けました。全仏教の偉大な大師たちの時を超えたその教えは、道を失った人々を慰め、神への道を
照らし続けました。視聴者の皆様、本日は番組にご一緒くださりありがとうございました。次の番組はベス牧師の心温まる感謝祭のためのビーガン料理全2回の前編、8層の生パスタサラダを注目すべきニュースのすぐ後にスプリーンマスターテレビジョンでご覧ください。心に深い敬意と感謝を抱きながら、私たちが常に過去と現在の偉大なマスターたちの知恵と慈悲に導かれますよう祈ります。 Loving viewers, it's been a pleasure to have you with us today. Coming up next is Reverend Beth Love's Vegan Dishes for a Heartwarming Thanksgiving, Part 1 of 2, Raw 8-Layer Pasta Salad. Right after Noteworthy News, here on Supreme Master Television. With deep reverence and gratitude in our hearts, may we always be guided by the wisdom and compassion of the great masters, past and present. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ls.